はい、どうもこんにちは、フレッシュスバルくんです。よろしくお願いします。先日ですね、追加されたキャラクターのデータをね、全部公開するっていうアップデートがね、追加されたんですよね。そのね、アップデートで公開されたデータをもとに、項目別にハンターの身体能力ランキングをね、今回ね、作成したので見ていこうかなというふうに思います。まあ、いくつかね、項目で分かりづらいところがあるので軽くね、解説するんですけど、通常攻撃前のアクションっていうのはですね、攻撃を振ってから判定が発生するまでの時間ということですね。ため攻撃前のアクションも同様ですね。攻撃がモジュールに命中した場合のアクション回復速度っていうのもね、あるんですけど、これは壁とかオブジェクトに攻撃が当たった時の回復時間ということですね。この部分がね、分かってたらランキングもね、見やすいかと思います。それではハンター身体能力ランキング見ていきましょう。どうぞ。
ー